ターミナルに侵入。成功。新たなターミナルを特定中。
携帯電子機器を検知。ターミナルに侵入。侵入成功。敵の通信ネットワークに侵入しました。まずいな。この施設はもう何ヶ月も放置されてるせいか、水圧が異常値まで上昇してる。正常化させる方法を探してくれ。水圧が危険レベルに到達。メインバルブに複数のバルブが接続されています。これは配管口じゃないが、正常値に戻すにはバルブを直す必要がありそうだ。圧力解放失敗。